はいどうもこんにちは、メリッサです。今回なんですけども、アニバーサリーで登場予定のとある選手がですね、シリーズ2に入りまして大強化を受けたということで、その選手をねちょっと先取り紹介していきたいと思います。まあ結構ね、日本球界でも話題の選手ですし、もう知ってるよという方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ちょっとねこの存在は触れとかなきゃいけないなということで動画を回しております。その選手とは、まあサムネタイトルにもある通り、トレバー・バウアー選手でございます。このバウアー選手ね、シリーズ1は配信者の方がね、まあ、たくさん動画にしたり、ツイッターでもたくさん拡散されたりしてたんですけど、シリーズ2になってあんまり、まあ、話題にされないなといった印象なんですが、シリーズ1からシリーズ2に移行したタイミングで大強化、はい大出世みたいになっちゃいましたけど、大強化されてるわけなんですよ。これはねちょっとね、紹介しないといけないなということで動画を回しております。12球団のローテーションに入ってくるか微妙なんですが、横浜純正では絶対エースになりますし、将来的にセリーグ杯のオーダー入ってくるかもしれないですし、ここはねちょっと注目ですね。まあ、何が変わったかと言いますと、球種が変わっております。ストレート、スライダー、パワーカーブ、シンキングスプリット、ツーシーム、カットボール、高速シンカーということで、まあ、全部で7球種、しかもね結構現環境強い変化球が集まってるんですよね。まずナックルカーブからパワーカーブに変更されました。これはね、まあ、ナックルカーブも強いという意見もあると思うんですけど、スピード感においてもパワーカーブは結構強いと思いますし、シリーズ2に入りましてシンキングスプリットと高速シンカーの、2つがついてるということで、まあ、このね組み合わせのシナジーがねすごくいいなと思いまして、これはねパワーカーブの方が強いんじゃないかなと、まあ、個人的に思いました。あと、まあスライダーカットがしっかりある、そしてツーシームもしっかり、ついてる、でストレートも159キロあるということで、まあ、球種のクオリティはまあまあ高い、てかシリーズ1と比べたら、まあ、比にならないぐらいあるなと、思っております。まあこのバウアー選手に球種が似てる選手が、まあ3選手パッと思いつくなと思いまして、まあ似てるというか混ぜたという表現が一番正しいですかね。まず1人目は石川修太選手。石川修太選手はこのツーシーム F とパワーカーブの組み合わせ、これが結構似てますよね。石川修太選手は去年まで全くリアタイでは見なかったんですが、まあ今年になって見るようになったんで、まあ単純に今の環境に合ってる選手といった感じですかね。続きましてジャリエルですね。まあジャリエルは、ムービング、パワーカーブ、スプリットが主な球種になるんですけど、まあ、バウアーはね、まあ、ツーシーム持ってますし、高速シンカー持ってますし、まあ、スライダーも持ってますし、パワーカーブも持ってるということで、まあ、球種の方向はすごい似てるかなと思います。あとね、まあ、変化量の大きさで言ったらやっぱジャレールが勝ってしまうんで、まあ、ジャレールには及ばないかなと思うんですけど、スプリットでカウント取れたりするんで、そこはね、似てるポイントってか使っていきたいポイントかなと思います。まあラストは千賀選手ですかね。まあバウアー選手より千賀選手の方が強いことは明白なんですけど、千賀選手もスプリームが、ついてから強いなと言われるようになったんですよね。このスプリームでしっかりカウント取って、ツーシームで勝負する、まあ、そういった配球が結構主流というか12球団でも使われる配球となりますので、まあツーシーム D と F じゃねちょっと違うんですけど、まあ千賀選手もちょっとね、バウアーの配球の参考になるんじゃないかなと、思っております。ということで、まあ、いいとこ取りとまではね正直そこまでは言えないんですよ。そこまでは言えないんですけど、アニバで登場したらランク戦で全然使えるピッチャーになると思いますので、ちょっと今回はね B ランク極みを先取り使用していきたいと思います。ということで1試合目のバウアー選手やっていきましょう。ここでちょっととお知らせなんですけども、うっきうきで動画撮り終えたらカメラ回してないことに気がつきまして、動画と音声実写の方が撮れてませんでした。いやー、やらかしてしまったんですが、もうねこうなったら音声と動画を、実写の動画の方を後撮りします。人生初のちょっと後撮り動画になるんで、どうなってるかわかんないですけど、顔の方は後撮りで、音声も後撮りで、いきます。ちょっとね編集でどうにかすると思うんで、はい、頑張ります。どうぞ。あと人生で初めてメガネ買いました。さあ1試合目のやっていきたいと思います。バウアー選手デビュー戦ですね。シリーズ2になって球種が強化されてるんで、はい、ちょっと球種の確認がてらやっていきたいと思います。でですね、まだゴールド帯なんですよね。決してね、B ランクだからといってちぎってるわけではございません。はい
そこら辺はね、ご理解いただけるように、うん、時間がなかっただけ、うん、俺はね、ヘタレなんかじゃない。まあでも正直、B ランクの選手は、やっぱこういうゴールド帯じゃないと試せないみたいなとこありますので、ちょっとね、ゴールド帯ライフ、楽しんでいきたいと思います。ってことで、いきなり三者凡退。さあ、B ランク極みバウアー、能力の方は、ちょっとやっぱ下がっちゃいますよね。当たり前だけど。まあでもアニバーサリーで出るんでね、まあここは気にしなくていいかなと思います。ってことで、とりあえず2シーム。で、シリーズ2の方から、シンカー系のボール、まあシンキングスプリットだったり、高速シンカーだったりがついてるんで、まあ、このシンキングスプリットは、まあ、床田選手と同じような変化をしますかね。で、高速シンカーでカウントを取れたりと、これがね、結構ね、カウント取れるんですよ。ツーシームと、まあ、球速が違いますので、高速シンカーの後にツーシームでこんな感じで詰まって打ち取ったりすることができます。さあ、お、いいですね。スピリッツ負けなかったんで、変化量マイナス1を。食らわず済みます。オッケー、パワーカーブでショートゴロ。いや、いいでしょ、この。パワーカーブでさ、ツーシーム、シンカーの、この、横のね、斜めの変化球の、これがね、いいんですよ。はい。これがいい。で、スライダー投げてあげた手と。まあ、スラカットがしっかり曲がると、いうのがいいポイントですよね。で、ストレートが159キロ。やいナイスボール。まあ、いろんな球種を組み合わせてあげるのがいいかなと思います。で、シンキングスプリットは、高めでも変化量が変わらないので、いや、変わるのか。変わるので、高めなんかもね、まあ、使ってあげるといいと思います。オッケー、ナイスボール。さあ、ツーシーム。ここ詰まる。詰まるでしょ。オッケー。はい、ナイスナイスなところ。まあ、バウアー選手のちょっとね、残念なところが一つだけありまして、それがね、ツーシームの変化量なんですよ。ツーシームの変化量が F ということで、これがね、C だったり B だったらもうめちゃくちゃ強いなと、言ったのがまあ正直な感想ですね。まあ、それこそね、千賀さんぐらいツーシームがあれば、ボール球振らすこともできたでしょうし、まあ、配球の幅というのはね、もっと広がったんじゃないかなと思っております。さあ、過去の俺の動画の実況をしております。はい。人生で初めて。オッケー、ナイスバッティング、村上選手。うん。素晴らしい。打ったの過去の俺だけど。で、相手藤井荒也選手にスイッチ。で、バウアー選手なんですけども、まあ、当然ながら、アニバーサリーで登場が確定をしております。まあ、アニバーサリーといえば、もう登場までね、もう間もなく、秒読みといった感じなんですけども、契約書や無料ガチャもありますので、まあ、無課金、美課金の方もね、結構ね、獲得の難易度、低いんですよ。なのでね、この動画で結構配球なんかをね、参考にしていただけると、まあ、幸いかなと思います。オッケー、ナイスバッティング。でね、アニバーサリーで注目したいポイントが一つありまして、それがね、特殊能力なんですよ。特殊能力がちょっとね、ぶっ壊れとくの来るんじゃないかなと勝手に予想しております。まあそのね、根拠といたしましては、今年のエキサイティング、皆様覚えてらっしゃいますでしょうか？熱気というね、ぶっ壊れとくのが登場しましたよね。もう何の前触れもなく発動率 80% の、ぶっ壊れとくのが追加されたんで、今年のね、アニバーサリーでも同様に新特の追加される可能性あるんじゃないかなと踏んでおります。なのでアニバのバウアー選手はもうただね、球種が強い選手ではなく、まあ、相手の打者の能力をがっつり削ることのできる無課金美課金の方の、救済選手になるんじゃないかなと思っております。はい、後付け実況難しいな。落合選手で盗塁、これはちょっと閲覧注意ですね。はい、まあ、強制しちゃうからね、このままやったら。まあ、熱気もね、何の前触れもなく来たんで、まあ、新っぽくの来るんじゃないかな。うん、なんだろうね、名前。うん、熱力とか。うん。さあ、こっちの守りでございます。いや、変化量マイナス1か。まあ、もちろん S ランクなら食らわないんですけど、カットボール。で、このカットボールが特殊なんですよ。そう、言い忘れてた。このカットボールが、高速スライダーと同じ変化の仕方なんですよね。まあ、なので、スライダー、高速スライダーという組み合わせになります。で、スライダーも投げてあげてと。まあ、このスライダーがある程度変化量あるのがいいポイントですよね。お、相手バースいいですね、バース。最新バース俺持ってないからな。羨ましい。バス、くれよ。うん。俺が勝ったら、くれ。うん。オッケー。ピッチャー？いや、ナイスプレー。さあ、シンキングスプリットは、まあ、床田選手と同じ変化をしますよね。そう言ったら分かりやすい。はい、舐めすぎ。そのシンキングスプリットは舐めすぎでしょう。過去のメリッサ。さあ、パワーカーブ投げてあげての。まあ、パワーカーブあるだけでちょっと配球の幅っていうのは結構広がってきますからね。で、高速進化。新球種投げてあげて。
はい、空振り。やっぱ通信も張ってるとこんぐらいのタイミングになりますよね。で、早めに空振りしたところにストレートを刺してあげると、いや、ナイスボール。いや、バウアー選手いろんな球種があるんで、まあ、散らしてあげると相手がね、おもろい反応するんじゃないかなと思います。ってことで2試合目の入っていきましょう。さあ、2試合目のやっていきたいと思います。いや、皆さんどうでしたか、僕の人生初の音声後付け実況いや、ちょっと大変だった。あの、音声と映像両方とも後付けするってめちゃくちゃ大変ですね。あの、音声だけだったら適当にビャーって入れればいいんですよ。だけどね、映像となるとちょっとなかなか難しいものがありましたね。いや、2試合目も、まあ、しっかり勝っていきたいですね。サバウア選手、パワーカーブ外にアイド、まあ、左バッターだったらここの高めでね、結構カウント取れたりするんじゃないかなと思っております。 OK、まあ、外攻めてあげてもあんま飛ばないと思いますし、 OK、 ナイスボール。センター取れるでしょ。 OK、 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 取れる。いやー、取れねえか、やばい。初失点のピンチで、バウアー選手アニバでね、登場確定してるわけなんですが、まあ、能力がね、まあ、こんな感じということで、いや、そのヒットやば。能力めちゃくちゃ低ないね。小谷さん。バウアーの能力そんな低くないでしょ。取れるよ。OK。球威80、制球80、スタミナ83ぐらいあってもいいんじゃないかなと思ってるんですけどね。なかなかしょっぱい査定されてるなと感じております。で、しれっと1失点。うん。いやー、こればっかりは、まあ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 、B ランクだしね。まあ、しかもあの、ボンクラセンター前がなかったら無失点ですから。はいはいはい。オッケー、ナイスボール。取れるっしょ。いや、ボール球だけどな。ボール球。まあ、あと、さっき話した通り、バウアーの特能がどうなるかですよね。あの、キレは確定してるんですよ。キレ、なんとか、で、アニバの第3特能なるんで、まあ、キレ、まあ、つかないと思うけど、タイピンチとか。まあ、伸びでも全然強いと思うんですよ。うわい、またそれ来た。もう、そのヒットダメだって、それ。バウアーこの試合の4アウト取ってるんで。はい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 。まあ、そういうこともあるよね、といった感じです。いやー、もう、バウアー悪くないの、みんな。これはダメな配球ですね。ダメな配球。うん。今私はダメな配球をやってるんで、はい、皆さん参考にしてください。あー、またそれ抜けるのやばい。もうちょっとこの試合はバウアーと心中するわ。はい。バウアーと心中します。OK! 取れるよ。バウアー。はい。